はい、えー、皆さんおはようございます。いよいよ今日、男子、えー、北京五輪フリー、あのー、最終決着ということでね、待、え、ち、ー、に待ったというか緊張してドキドキして眠れなかったよっていう、ね、いろんな人がいるかと思うんですけどちょっと今日のね、勝負の行方について、えー、滑走順を見,見ながらですね、滑走していく順番の選手を見ながら、あのー、お話ししていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。 えとまずですね,、あのーえー、っとね、一番最初のグループの,、ね、あの2番目にこう滑る、えー、ROC の選手でちょっと注目の選手がいるんですよね。早速、ね、2番目に出てくるんですよ、ROC であの。この選手が、えー、モザーリョフっていう選手ですね。はい、モザーリョフ選手、うん、はい、まあ、あの ショートプログラムの下位の、ね、選手から滑っていくんですけどこのモザリョフ選手って結構実力がある選手ってねあの結構今季は調子がいいと言いますか。あの 高い実力を持っている選手なんですよ。でもちょっとショートでこうミスをしちゃって、まあ,あの順位甘んじているという感じのスタートになっています。ただ、彼はもともと実力のある選手なんで、ここのフリーで完璧な演技をしてくればですね。相当高い点数を出す可能性がありますので、この選手一気にこうまあ、こっからバーっといろんな選手いますけど、結構その選手たちをごぼう抜きしていくようなね。 まあ、漬物医師現象を起こしていく可能性はね、秘めているかなと思っています。なので、えー、結構最初から注目の選手がね、えー、早く出場してくるかなといった構図かなと思っています。はい。で、こっからあんまり僕知らない選手が、知らない選手が続いちゃうんですけど、えー、2番目のグループに入っていきますね。うん。はい。 えー、そして2番目の、えー、3番目、うん、二番目の三番目にラトビアの選手が登場してきます。はい、えー、このラトビアの選手名前が、えー、デニス・バシリエフ選手です。はい、デニス・バシリエフ君ですね。はい、えー、彼はまあ得点ということに関しても。 すすごいい実力があるというかですねまあ難しい4回転の種類っていうのはまあないというか4回転がそもそも少し苦手なところがあったんですけどまあ今シーズンちょこちょこと4回転を決めてきていてまあ欧州選手権でも4回転サルコーが入ったかと思いますね。メダルも取りまして確かねうんだかねだら 非常にあの最近調子が上が上ってきてきいますで彼はですねもちろん得点というところの実力もついてきてコツコツねついてきたかなっていうところあるんですけど、まあ、とにかくこう芸術性が素晴らしいといいますかまあほ まああのオーラがあるというかとても不思議なオーラを持っています。でフリーもあの素敵なプログラムを用意してますので是非必見というかかなりこうね、えー、堪能できるんじゃないかなと面白く堪能できるんじゃないかなっていうふうに思っております。はいえー、非常にこうまあショーを見て,るっているうかこう舞台、ね なんかこう劇場を見てるんじゃないかと思っちゃうぐらい美しいあの滑りをします。でスピンなんかのシットスピンっていうスピンがあるんですけど、まあ、そのスピンなんかもこうこう面白い独創的なスピンをするんですよ。で音楽に合わせてこうただ表現をするだけじゃなくてちょっとこう音楽を外してみたりとかね面白い表現をするので、えーまあ、ステファン・ランビエル先生のもとね二輪三脚でこうやってきたっていうねそういったあの素敵な選手をね えー、出まますすので注目になってくるかと思いますでこの点,点数で言うと、まあ、ここモザリオフ君からバシリエフ君までは、えー、グループを挟みますけど6名の選手が出ますね、はい、6名の選手がここ間にいますがこの6名の選手をごぼう抜きして、えー、バシリエフ君を迎えた場合、まあ、バシリエフ君が最初の関門になってくる。まあ それだけ点数という意味では結構高い点数をまあ出してくる実力のある選手が出てくるというような構図を考えています。はい、どうでしょうか、うんでえー、続きましてこのバシュリアークのすぐ次に、ね、出場する選手なんですけどちょっと書、ねはいえー、いていきますがまた同じく ROC の選手になります。えー そうね、あのコントラチュク選手、マルク・コントラチュク選手という選手が出てきます。コントラチュクですね、今ちょっと羽生くんの件でいろいろ揉めてるみたいなんですけども、どうなんでしょうか、一夜明けて、はい、コントラチュク選手が、えー、登場してくる運びになります、バシリエイのすぐ釣りですねで、このコントラチュク選手も非常に、えー、今季、快進撃を出している選手ですね。はい あのモザリョフ選手とコントラチク選手がです、ねまあ、こんな前半の方に滑るっていうこともですね、まあ、ROC としては予想外というところもあったかと思うんですけど、えーまあ、フリースケーティングを含めてまあ実力のある選手ですので、まあ、完璧な演技をしてくると、まあ、かなり高い点数を叩き出してくる可能性はあるかなと思っています。なので第2グループは えー、バシリエフ君3番滑走マルク・コントラチック選手4番滑走でこの2人が、ね、続けて、えー、結構ポイントということに関しても、えーまあ、重要なボーダーラインを作ってくるかなというふうにそして次イタリアの,あのここもちょっと書いておきますかイタリアの、ねえー、とマッテオ・リッツォという、ね、選手が出てきますね。 まあ、マテオと書きますね。マテオくんね。が登場してくるきます。で、このマテオくんは、マテオ選手は、まあ、結構、えー、安定的というか、まあ、一見ミスは少ない。でも結構波があるんですけど、結構抜けることが多いんですね。4回転トーループが、まあ、トリプルトーループになってしまったりとかね。そういったことが結構ありますね。で、点数を取りこぼしてしまうことが結構あるんですが、えーまあ、彼も完璧に演技してくると、まあ、質は結構いい方ですので、 えー、まあボーダーラインを作っていける、まあ、そういう可能性は高いと思っていますでこのマッテオ選手までが、まあえー、第2グループということになってきますでここから先がね、まあ、羽生選手が登場する、えー、第3グループに入ってくるわけですけど、まあ、ここまででですね大体いい得点は、まあ、250点。 点というところが一つのマークポイントということになってくるかなと思っておりますはい今挙げたポイントおかしいですねこれねあいいのかポイントだからポイントねうん まあポイントということにかんあの考えてみれば、はい、これぐらいのボーダーラインを考えています。まあ、コントラチェック選手も総合ポイント。まあ、これフリーだけじゃなくてショートプログラムとの点数合わせての得点ですね。はい、だからまあ順位が決まる点数ですけれども、まあ、250ポイントというのがボーダーラインとして見ておきたいですね。まあ、コントラチェック選手とか、まあ、結構頑張ればこれを超えてくると。 いう可能性は十分ありますし、260点とかも見えてくる可能性もあります。けれども、まあ、えー、平均してですね。だいたい250点っていうところが、ボーダーラインとしては見ておきたい部分かなと思いますね。まあ、バシリア軍の中ね。ショートで頑張って、もっと点数高ければもっと違う流れもありました。けれども、まあでもこういう、えー、総合的には？ こういったボーダーラインを形成してくるかなと、それがまあダグループまでのポイントとしては、えー、見ておきたいかなと思っております。こういった流れですね。まあ、もちろんね、フランスのアダム君とか他の選手も入ってくればまあ、ダークフォースとして注目かなと思いますので思いますし、何が起こるかは分かりませんからね。一応こうまあ、こういった戦いを攻防を見ております。はい。 そして、ここからがですね、まさにこう注目の争いになってくる、ということになっております。はい、ここからですね、うんえーはい。ここから下がですね。まあ、第三グループ、羽生結弦選手を含む第三グループがいよいよこう登場してくる。時間でいうと、お昼頃ですね。12時35分から6分間練習が始まっていくとで、12時40分から。ダニエル・グラッセル君からスタートするという運びになっています。 で、第3グループ最初からですね。まあ、イタリアのダニエル君がまあ、登場してくるっていう辺りから、さすがにね、えー、熾烈な争いになっていきます。イタリアの、えー、ダニエルグラッセルくんですね。はい、この選手がまあ、要はあのー、今のフィギュアスケート男子界というか、フィギュアスケートをそのね。あのー、今のレベルを象徴すると言いますかね。どういうことかというとまあ、4回転の。まあルッツです。とかまあ。 フリッププですすとかままあ、ループも飛べますよね、まあ、いろんな多種類の4回転ジャンプ今こう飛んでくる選手がやっぱ多いというか求めて求められてるんですけども、まあ、こう多種多様な4回転ジャンプを数多くこう飛んでいくような時代になっていますがそれを象徴するのがまさにダニュエル・グラステル君というふうに言ってもいいかなと思っています。はいあの まあ、5回転ループなんかをチャレンジしてるみたいなで練習でやったりしてるみたいな話も聞きますしいろんな足したようなトリプルルッツトリプルループだったかな、まあ、2つ目にループジャンプを持ってくるジャンプだったりとかねいろいろこう工夫してジャンプをやってますのでとても、えー、ジャンプということに関しても面白いし演技の流れもですね一風変わった、えー、またこのフランスの,あのブヌワリショーさんっていう不思議な えー、雰囲気を持った振リースケーター言うんですけども、まあそういった不思議なあのー、ね、えー、魅力を持ったスケーター、これからも楽しみなスケーターが出てきますので、まあこういったジャンプも含めて演技も含めて非常に楽しみな選手が登場してくるよねというそういったあの運びになりますね。第三グループの一番カーストです。だから羽生くんたちと一緒にロップカ練習やって、えー、一番最初に登場してくる、えー、選手になります。はい。 そんな感じになりますね。まあ、非常になんか楽しみですね。とても強いと思います。で、この後に中国のボーヤン人権という流れですね。はいで、彼はね。あの結構波があると言いますかね。結構点差が乖りが大きいと言いますか？あの成功すればもう本当にすごい。こうゆあの。 ね、ものすごいこう高い得点を出して一気にこう,うわーっと順位を上げる可能性もあるんですけど失敗すると一気にこう順位を下げるっていうねこの差がねやっぱ激しいというのがまあ考えられますボーヤンクはね。で得点で言うと230点っていうところから290点を超えていってもおかしくないくらいお,おかしくないくらいのまあポイントで言うとまあそういう感じがありますけれどもまあ グラッセル君は逆にですね、まあ、この差が小さいというか、うん、ところが、えー、ポイントになってきますので、ちょっとグラッセル君とボーヤン君の、まあ、得点の出し方の平均値といいますか、そういった雰囲気っていうのが、ちょっとまあ、シーソーの関係にあるかなという、関係性がちょっと、えーそういまあ、違うかなっていうところはね、面白い部分かなと思います。でボーヤン君は あのジャンプはあの難しい、まあ、4回転ルッツですとか、まあ、先ほど言った、まあ、この難しい種類のジャンプを、まあ、まあ持っているというところもまあ,あるわけなんですけども、まあ、結構決まってくると、まあ、GOE がまあ3とか2とか、まあ、加点がつくようなまあものを取ることができるんですね。で回転もまあ Q マークとかこういったアンダーローテーションという回転不足のマークもない少ないんですよ。でも これをしっかりこう見た目上綺麗に決めてくるっていうことは結構できないんですよね。しっかり回転が足りているのになかなかこう成功できにくいっていうことも最近結構目立っていてピョンチャンオリンピックの後からちょっと崩してきているのかなっていう印象があるのでその中であのショートは乗り越えてきてますからこの北京五輪のフリースケーティングは地元開催でもありますし乗り越えていってほしいなっていう気持ちがあります。一方ダニエル君は見た目は綺麗に決まるんだけれどもちょっとこう。 ちょっと回転不足のマークがついてしまったりとかして点数が伸びにくいことがあるんで両者はちょっとこうシーソーの関係ジャンプの魅力という意味ではシーソーの関係があるかなっていうのをちょっと感じられますね。はい、というわけでそういう感じなんですけども、まあ、この2人が結構出来るよっては、えー、羽生君の、えー、このあと。 2、えー、人ねあのケ、ケビン・エイモズ君がね、フランス出てきますね。このフランスのケビン・エイモズね、いや彼もあのあ、えー、フランスあ、違いますね、フランスのエイモズ君ね、彼も、あのね、今季始まって、グランプリシリーズではですね、あの、グランプリシリーズの時は、 あのオリンピックのおの字も、ね、言えないくらいまであの調子を崩してきてしまってたんですよだからこのオリンピック出場が決まった、えー、だんだんこうシーズンを追うごとに良くなっていったそしてオリンピック出場を決めたその、えー、ことだけでも、ね、本当にあの大偉業だと思います。 それに加えてさらに今回ショートプログラムでいい演技というか、えー、いい演技をして、まあ、90点を超えて上位にやってきてるっていうことを考えるとかなりこう改心したというか復活してきているかなっていう感じがありますね。で、えー、彼は本当にユニークな演技をします。 とても、ね、面白いヘランジポジジションンヘランジというかもうすごい屈伸してポヨーンっていう感じのね、えー、面白いこう振り付けがあったりとかアクロバッティングだし、えー、ユーモアもあるしとても素敵な選手なんで、まあ、得点いろいろこうありますけれども、まあ、とても、えー、注目度が高いというふうに思いますまあショースケーターな感じがありますねまあバシリエフ君もそういった意味では得点を超える魅力があるといいますかありますがまた違ったね 味があるかなと思いますよね。うん。違った味がある。で、えー、そこら辺も注目してほしいですね。いい演技をしたときに、爆泣きするシーンなんかもちょっとこう、見たいですね。はい。こんな感じです。まあ、得点の上では、まあ、エイモーズが、まあまあ、270点とかをね、超えてくるような、いい演技をすれば、まあ、そういったボーダーラインに乗ってきますし、グラステリック、ボーヤンが、まあ、280点っていうのを平均値でこう出してくると、 まあ、そういったところがね、点数の、えー、ボーダーラインとしては見ていいかなと考えています。まあ、この後、ね、カナダのカナディアンの、えー、30歳、えー、キーガン・メッシングっていう、ね、選手が出てきます。はい、この選手がメッシング、メッシングだね、キーガン・メッシングっていう、ねえー、選手が出てきますが、まあ 彼もね、やっぱり、あの、調子崩すときは崩しちゃう、いいときはいいっていうね、波があるんですよね。うまくいけばスケーティングも素敵な選手なんで、点数が上がってくるかなっていうのがあるんですけど、ちょっとね、不安っていうのは部分もあるので、ちょっと不安は残りますけどもね。ただ、こういったことを平均してみても、まあ、あの、そうですね、ここちょっとここから上にね、こうウィーンとこう書きますけどね、ウィーンと書きますけど、この羽生選手、ここであの滑りますけど、 じゃあ先に羽生選手書いますね。日本の、えー、はい、うんちょっとなんか書き方変ですね。はい、えっ、ー、とこれでね日本のまあ日本で書かなくてもねもうわかりますが日本の、えー、羽生選手が、えー、登場する前この段階でだいたいそのボーダーラインとしてはまあだいたい二百八十点ぐらいをね想定して置く部分ではありますよね。はい。 だからまあ,あの構図としてはこのモザリョフからマッティオまでのこのね前線 A 得点 A 前線が250ポイント前線だと仮定した場合まあこれからとした場合グラッセルからメッシングのこの4選手まあ選手でこの選手たちが280点までボーダーラインを上げていくと前線のポイント前線を上げていくといった式図というか構図になりますね。はい そしてまあ要は羽生選手が滑るまでに羽生選手が滑るときに二百八十点ぐらいの得点を出している選手がいてトップに立っている状況で羽生君を迎えるという、えー、まあそういったあの攻防を考えています攻防っていうか戦いを考えておりますはいこんな感じかなうんでじゃあ羽生選手はどれくらいの点数を出すのかなっていうところすごく気になるんですけど。 これねあの、あんまりね、予想する意味がないというかね、あれなんですけど、うん、どうしましょうか、一回じゃあ、ここは、ね、開けて話しましょうかね、ここは何点出すかというところは開けて話そうと思います。はい、そうで、ここからね、ROC の選手がね、出てくるんですよね、うんそう、ここちょっと開けますね、あえて開けよう,けようと思います。はい。 うん、ROC の選手、羽生くんの後にこに ROC、RO C まあ、要は僕、個人的にはこうたくさんの選手がいて、まあ、ボーダーラインの点数をつけていくっていう感じでしたが、羽生くんが、ね、登場したときにはです、ね、まあ、羽生選手の点数が、まあ、ここから出てくるて選手のまあボーダーラインとなるでしょう。うん、で、その ROC の選手、羽生くんの次に登場していくのが、まあ、セメネンコという感じですね。セメレンコうん でもね、ROC はですね、えーまあ、セメネンコはですね、まあ、要はコリアダ選手の、まあ、ピンチヒッターなんですよ。コリアダ君が、まあ、新型コロナになっちゃって、えー、出,る出れる。 あの急遽ょね、えー、出れなくなっちゃったんで、まあ、そのピンチヒッターとしてセメデンコが登場したわけですね。であのー、まあ ROC としてはモザリョフとコンタージュクはね、えー、最初からこう登場が決まってたわけですけどその選手よりも上にセメデンコがショートでいってるっていうね非常に面白い構図になっています。はいい、えー、さんんん非常にこう荒いんですけどもねもねううな,ん、あのー、なんだろう バランスを崩してもね、無理やりこうジャンプを、ね、決めていくあたりはね、まあ、ちょっとかっこいいというか、滑りがね、あのー、なんかこう、なんかこう、ダークな感じが、ちょっといいんですよね、うんはい。不思議な魅力を持った選手です、ね。髪型なんかもこう、ふわーって感じで、うん、面白い選手ですね、はい。そうそうそう。で、ここが、ここまでが、まああのー、最終軍部で一つ前ということになってきます。はい、でここからがまさにこう 劇,劇的な争いになってきますので、えー、見ていこうと思うんですけれども、えー、アメリカのジェイソン・ブラウンですねはいアメリカの、えー、ブラウンジェイソン・ブラウンが登場しますうんはいでえー、っとモリシグビテラシビリ君ですね、えー、グルジアグルジア書けるかな最後まで書けなかったらやばいねうん モリシ君が、えー、登場しますね。ここ,こ,こ一気に書いちゃいます。で、韓国の、えー、チャ・ジュンファンが、えー、登場してくるっていう運びになるんですよね。はい。うん。韓国の、えー、チャ・ジュンファン、はい。はい。こういう運びになります。はい、で、皆様が気になるのが、えー、羽生選手は。 このセメネンコブラウンモリシチャ・ジュンファンをごぼう抜きしていけるかどうかそこがねすごくポイントになってくると思います。まあ要はここからね日本の、えー、ちょっとさい最後の方にちっちゃくなっちゃいましたけど一番肝心なところがねちょっちゃくなって申し訳ないんですけど宇野選手が、えー、こう来て、えー、ああギリギリ超ギリギリですよね。まね、あ、鍵山君が来て。 えー、ちょっと一気にこう書いちゃいますね。狩山君が来て、最後にアメリカ、えー、見えるかな見えますね、えー。見えることを願う、アメリカの姉さん。こういった、まあ、構図になるということですね。で、えー、問題は、まあ、ここなわけですよ。ちょっと汚いですけどね。うん、はい。この えー、セメネンコ、ブラウン、モリシ、チャ・チュンファン、これを羽生選手は五ぼ抜きすることができるかどうか、それがね、えー、一つこうポイントになってくるわけです。まあ、要は、姉さんチェンが滑るまでに、えーまあ、日本の3選手が、まあ、羽生、の野、鍵山選手がこうまとまっていて、えー、どの、日本選手なんか,どうか、誰がね、1位とか2位とか気にせず、まとまっていて、まあイさんが迎えるかどうかっていうところがね、ポイントかと思うんですけど、まあ、とりあえず、うん。 えー、そうですねまあそういうことを考えるとじゃあ羽生君が出しておきたいっていう希望の得点を出すとですねやっぱりポイントとしては、まあ、300うんそこから逆算して考えると、まあ、310うーん300ねー6点とか欲しいですね3078点は欲しいかなうん。 ま、できれば310点とか言ってほしいですけどもね。まあ、307、8点っていうところが、まずは、あの、まあ、現実的にも考えられるポイントになってくると思っています。はい。ま、つまり、えー、そうですね。PCS が95点ぐらいと仮定して、まあ、テクニカルエレメンツが115点ぐらい出せれば、まあ、 えー、220点ですよねそうすると、まあ、95点がショートですので、まあ、315点が出るのか。まあ、つまり、3百七点、三、まあ、1 0点はね、十、え、五、ーまあ、点と、テクニカルエレメントが95点で PCS が195点だと、十五点でテクニカルエレメントが115点だと、まあ、120点超えてくる。だから、まああち、あ、違うか、百十点、あ、違うか、待って。 120点そうですね。だからまあまあだからまあ310点出せますね。うん。310点からまあ315点くらいっていうのが、まあ羽生君が出していけるポイントになってきますね。目指したい得点ですね。そうすると、この得点っていうのは、まあ、結構目指しやすいポイントかなと思っています。えー、まあそんなに非現実的な得点じゃないかなと僕は考えているんですよね。うん。まあそれはね。 えー、羽生くんのその4回転アクセルとか、まあ、4回転ループとかまあその、まあ、4回転アクセルを仮に失敗して他のジャンプをまとめてもこれくらいは出せるのかなっていう,いうふうに見積もってますからねでもし仮に4回転アクセルが成功してまあさらに他のジャンプも成功してくるとまあさらにこれよりも高い点数が出るかなと思うんでまああくまでもこう全日本選手権くらいの内容だとの場合は まあ310点くらいはいけるんじゃないかなっていう現実的なポイントだと思うんでまあ310点くらい310点からえー、まあ315点くらいですねまあそれくらいがまあボーダーラインになってくるかなっていうふうに考えてますはいなのでえー、まあこれくらいの点数を出してまあもうこれ以上 これれれくらいの点数が出てくれれば、まあ、結構いいいかなっていう思います。そうするとまあセミリエンコブラウンモリシ君チャ・ジュンファンは、まあ、結構ごぼう抜きできるかなっていう感じがあるんですけど、まあ、結構羽生選手が終わった後ってなんかもう羽生選手を超えて欲しくないっていう感じで、まあ、見ちゃう人がいるんで結構そういった意味では羽生君から以降羽生君から宇野君の間の選手はかわいそうですね。 す <laughs> すごくかわいいそうと思いますなぜかっていったら、まあ、あの羽生君よりも以前のねミ、まあ、ッシングまでの選手は、まあ、結構こうなんか応援っていうか頑張れっていうムードがあるんですけど羽生君からあの宇野君までの,の間の4名は結構かわいそうですね。うんえー、羽生君を内心ね日本人の皆さんは内心ね羽生君を抜かしてほしくないっていう感じで見ちゃうんで、まあ、ちょっとこうかわいそうというかね、えー、なんかそういった部分がありますよね。うん でも、まあ、得点ということを現実的に考えると、まあ、これくらい点数を出すとすると、まあ、セメネンコブランモリシ君チャ・ジュンファンは大体、えー、ね客観的に分析をしてもですねここまで点数を超えるっていうのは結構きつい部分があるんですよ要はあのー、結構、まあ、セメネンコなんかちょっとねなかなかまあこの280点っていうボーダーラインっていうところがまあ ポイントですし、まあ、それからまあブラウンとかモリシュ君も、まあまあ、280点から310点の間あたりかなと僕は予想してますし、まあ、チャチューファーに関しては、出来によってはまあ300点を超えてくる可能性はあるかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと、えー、まあ4回転トーループと4回転サルコーという構成、まあ、全体的な構成を考えたり、PCS を考えても、まあ、310点を羽生君が出した場合は、ちょっとこう、えー もうちょっと難しい。4回転サルコを2本飛んだりとかすればね、わかりませんけど、まあ、構成から考えてもちょっとね、厳しい場合があるので、そう考えると、羽生選手が5本抜きをするために出す,出すべき点数っていうのは、まあ、310点というふうになります。で、310点を出すことができれば、まあ、多分、えー 一気に5棒抜きをして、まあ、少なくとも4位以内にはなれる可能性が僕は高いと見てますんでこの得点っていうのは結構現実的には悪くない点数かなと思っていますで場合によってもね4回転アクセルを決めて決めたりとかして4回転ループとかめっちゃ難しいジいう場が決まってくるとまあ320点っていう異常の点数をさらにこう超えてくるようなポイントも考えられますんで、えー、勝負に出るかどうかそれがまあ非常に鍵になってくると思いますはいなので えー、僕はね、まあ、こういったチ,チャ・ジュンファンのね、えー、まあトゥーランドットすごい魅力があったりとか、えーまあ、ブラウン選手のまさにこの劇場を見ているようなショースケーターショーを見てるようなそういったスケート素敵なんですけどちょっとやっぱりこうこっち羽生くんよりもねこっち側にいればもっとこう際立つ部分はあるんですけど、えー、ただまあ日本の選手日本の視点から見ちゃうとちょっとこうね、えー、そういう見方 で見ちゃう部分もあるので、ちょっとそういったところがかわいそうだなっていうところは、やっぱり正直ありますよね。うん。そう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 、だからね、うん。 まあ内心羽生選手のファンはね、羽生君を超えないでほしいっていうのはあります、ぶっちゃけ、ね、あると思う、もうそれはね、ぶっちゃけしょうがないと思います。だから、そういうことを考えると、羽生君はできればこうショートね、よくて、この辺から始まってればね、そういったことはなかったんですけど、まあ、あのー、ね、えー、魅力はありますからね、うん、なかなかね、あのー、そういったところがちょっと複雑な気持ちはありますが、えー、こういう運びになると。 まあ、結論から言うとまあセンネコブラウン、えー、モリシチェ・ジュンファン含めてまああのー、まあ最終グループにすで、ね、ブラウンからは登場してくるんですけどもね、まあ、PCS はやっぱ高い部分もねブラウンなんかはありますけれども、まあえー、羽生選手とメンシンクの280点のボーダーラインのここに入ってくるっていうところがまあ、えー、この点数を出した時には、えー、考えられるかなっていう構図ですね。はい、まあその辺は濁,濁しておきたいと思います。 えー、そここら辺は濁ししてておお伝えしておこうと思います、はい、でまあ羽生選手がトップに取っている状況で、えー、宇野選手鍵山選手を迎えるという構図なんですけどまあ結構この310点を宇野選手鍵山選手超えるためにまあ結構そんなにねあのことはそんなにた、えー、やすくはないと思うんですよ。うん、だから、まあ、結構もし羽生選手がこの点数を出していた場合、えー、宇野選手鍵山選手はまあ 結構、その、まあ、このボーダーラインを、羽生ボーダーラインをこういうためには、えー、まあ、完璧に近い演技をしていかなければ厳しいので、やっぱりこう、まだまだ羽生選手から考えてみれば、えー、メダルのチャンスはまだありますし、一方で宇野選手や梶山選手から考えてみても、あのー、まあ、ちょっとまだ油断はできないという構図になりますので、結構シビアですよ。どの選手かとっても、うん。 この日本人争いという、ね、羽生の狩山、まあ、誰かがこうメダルを逃す、あるいは姉さんがメダルを逃すという可能性もまだありますし、まあ、結構、姉さん独走なイメージがあって、羽生選手、かなり離れているから、なんか羽生選手はもうメダル争いはできないからもう自分か、自分の好きなようにやってくださいっていうね、感じを持っている人もいるかもしれませんが、そんなことはなくて、結構、95点という点数ですよね。 でで野んんが点なんですけどこの差ねあんまないっすよ正直言って、うんまあこれがもしもね羽生くんと羽生くんだった場合は羽生くんと羽生くんだった場合は結構差はありますけど宇野選手はまああの結構ハードルは高いんですよ実は、うん、これまでの成績を見てるとねでも今回の宇野君は調子めっちゃ上げてきてますうん あのオリンピックを楽しむ余裕さえありますでそう考えると、まあ、結構オリンピックに向けて調子上がってきてるのかなっていうところもありますので、だからこれまでの宇野くんとはちょっと違うと思うんですよ。狩山くんも確かにですね。なので、えー、いろいろこう意見はあの考えるところはいっぱいありますけど、ただ、そんなに簡単にメダルが取れるかっていうと、怪しいというか、あの、ことはそんなにたやしくはないですね。だから羽生選手のメダルの可能性はまだまだあると。しかも、あのー、 可能性があるいいいいいうのは相当いい演技をしなななけけければいけないというわででもないですつまり、4回転アクセルとかミスをして他のジャンプまとめてもそれでもメダルの可能性は僕あると思うんです。つまり、全日本選手権くらいの質を持ってきた場合、全然まだまだ普通に、こう言いますよ、強調します。普通にメダル争いやっていきます。それぐらいだと僕は思っています。だから、あの、何も4回転アクセルを完璧にしたりとか、 完璧にした場合は、逆にメダルの可能性は非常に高まるし、えー、まだまだこう。普通にメダル争いができると思ってください。うん、そういう位置にいます、えー、意外とね。なんか順位が離れてますから、そういう感じしませんけれども、あのそこはね、えー、安心していただいて、普通にメダル争いができるというふうに僕は考えてますので、えー、まあ,あの安心しておきたいです。けれども、一方で宇野選手。梶山選手からするとちょっとね。まあ、あの怖い。 存在にはいますね。羽生くんがね、得点が85点とかだった場合は、ちょっとまだあのね、帰りがありますが、95点なので、う、えー、のサイド、カリラマサイドからするとまだ恐ろしいですね。全然恐ろしいですね。はい。なので、えー、油断はできない攻防に、絶対に、あの、油断はできない攻防にはなりますね。はい。そこでやっぱ羽生くんが4回転アクセルとか4回転ループを持ってきた場合は、 えーま、たも全然ね本当に恐ろしくなるのでこの二人は気が気じゃないと思うし、えー、まだまだこの宇野君か山君からしてみたら恐ろしいし、えー、羽生君からしてみたらまだまだ、えー、上が目指せるので、えー、まあその意外と勝負はできるよという意外,意外としれつな勝負になるよということになりますね。はい うん、ただまあ、羽生くんがですね、えー、自分のスタミナを押してまで、4回転アクセル、4回転アクセルはいいですけど、4回転ループとか、難しいジャンプをどんどん組み込んできて、えー、スタミナを犠牲にして、後半のジャンプを犠牲にしちゃった場合は、ちょっとわかんなくなるんで、まあそこら辺の攻防がね、どういう風に勝負をかけるかっていう面白い勝負になってくると思います。そういったドラマも非常に楽しみだなと思っております。はい。ただまあ、 えー、宇野君、鍵山君ね、まあ、10点差はあるっていうのも事実ですから、ちょっとはこう気持ちに余裕もあるわけですからね。うん、そういった意味で、まあ、気持ちにある余裕がある状況で挑む、まあ、羽生君の得点次第でもありますけども、まあ、どうなるのかということにはなりますね。ただ、まあ、得点ということだけじゃなくて、宇野君の、えー、ボレード、これは本当いいんですよ。もう大好きなんですよ。もう多分、宇野君、今回ね、僕もこれまで、宇野君の、まあ、えー 全日本選手権、全日本はあんまり見なかったけども、えー、スケートアメリカはですね、もうスマートフォンが腐るまでスマートフォンがね、傷むまで見ましたからね僕、うんえー。もうスマートフォンに泣きつけてもう本当にねもう何回も見まくってましたからね。うんそう で、今回全日本選手権は日にちが空いてるんで、ちょっとこう初めての、まあ団体戦でもショート良、えー、かったし、えー、個人戦のショートもやりました。まだショート、フリーステーティングやってないんですね、北京五輪でね。だからそういった意味で不安は残りますけど、でも、宇野同盟。 で、まあ、狩山君とこう刺激を求め合って、えー、こう、頑張っている部分もありますので、宇野君かなり調子上がってきてるよね。だから楽しみだよね、と。えー、ま、完璧にボレドをやってくる可能性もあると。そして4回転ループ持ってますし、これが決まってくると、え、ョンちゃんの悔しさを果たすと。まあ、4回転ループ、ピョンちゃん失敗してますからね。うん。なので、えー、ま、全体的にジャンプの調子上がってきてるんですよね。4回転フリップも含めてね。だからそう思うと、宇野君強いよね、という話ですね。はい。 でまあ、もちろん、鍵山君も強いで、4回転ループの、ね、成功、有無、決まりますけどもね、鍵、まあ、山君も今季のフリーは調子がいい。グラディエーター、素敵です。本当に素敵なピアノグラディエーターなんで、ピアノバージョンのグラディエーターなんで、もう本当にね、えー、もう熾烈な争いになることは間違いない。だから、まあ、点数は離れてますけど、羽生、の鍵山姉さんのバクメダル争いというのは、もう健在です。あの離れていてもできます。 うん、そこは安心してくださいね。うん、離れているから、もう羽生君はもう自分の好き勝手にやっていいじゃないです。もうできますので、そこはね、安心してメダル争いの行方を、えー、普通にあのできますので、やってみていただけると嬉しく思います。はいそう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 ね、なんか意外とね、点数がはな、なの皆さん話されてるから、なんか全然もうできないんじゃないかなって思っちゃいますけども、違いますね。うん、あのそこは普通に 持ってるわけじゃないですよ。本当に本当に。持ってません。うん。なので、えー、そう思ってます。姉さんに関しては、まあ正直言います。完璧にやられたら、えー、やっぱり、えー、勝利は近いと思います。もちろんね。だけど、分かりません。まだ分かんない。うん。本当にまだ分かんないですね。確かに、姉さんは本当にここに4年、ぴ、え、ょ、ー、五輪の,あの悔しさからですね、まあ、精神力というところもかなり強めてきて、 実力も上げてきたりしてまして、今回ソートもね、四回転ずつトリプルトールプを後半にやると異常を見せてるんですよね。うん、まあこの四回転のトリプルトーブ後半っていうのも本当すごいなと思うし、まあ全体的な実力も上げてきてるし、えー、精神力も上げてきて、まあトップに立ってますから、そうですね。まああの強いと思いますね。まあ姉さんはもうロケットマンをね、まあ全米選手権ではちょっとミスをしてますので、まあそのミスがどこまでこう 改善されているか、えー、そういったところも含めて、えー、ロケットマンね、ネイサ,サン・チェン選手の、えー、素敵なロケットマンを僕は見たいです。はいまあ、日本からすると、まあ、ネイサンの見方はどうか分かりませんけど、僕はフィギュアスケートが好きという立場から見ると、ネイサン・チェン選手の、えー、素敵な、素晴らしい、ね、ロケットマンを見たいですね。うん、はい あそこはね、まあ、お互いこう尊敬し合ってる、スポーツマンシップでこう頑張ってるわけですから、フィギュアスケートも楽しんでこう、えー、純粋に応援していくという感じで、僕は見ていきたいと思っております。はい、ただ、まあ、羽生選手もメダル争いはできるよというところはお伝えしております。はい。 というわけで、鬼語りしちゃいました。どうでしょうかうん、ちょっとね、まあいろんな意見あると思いますが、えー、まあ、ボーダーラインとしては、まあ、羽生君はこの、まあ、 えー、えー、と、A 前線250ポイント、B 前線が280ポイント、で、羽生くんボーイ、羽生くん前線が、まあ、310ポイント。これが一つメダルの基準ということになってきますね。はい。で、これらの選手が、まあ、あの、ちょっと羽生選手と後に滑ることによって、ちょっとこう、変な目で見ちゃうってありますよね。ぶっちゃけちゃうとね。そういったところが可哀想ですけども、まあ、ぜひ、こう、セミリンコン・ブラウンも、この演技をね、楽しみたいと。でもね、なかなか難しいですけども、まあ、うん。えー、まあ、 この、小れらの選手も頑張っていってほしい。まあ、ボーダーラインとしては、この、ここですね、280点から310点の、えー、息を、えー、息々するという感じの見方ですね。で、宇野選手、狩山選手も、まあ、もう、もう本当にもう310点から、まあ、330点くらいの、えー、まあ、攻防かなというふうに、得点の上では考えますね。はい。なので、うん、まあ、ね、ネイサンチェーンがまあ、330ポイントぐらいを、 目指してるかなと僕は考えていますのでまあそれを考えるとまあちょっとね分かりませんけど羽生選手がこうねあのかなりこう4回転アクセルとか挑戦してきたりそれが決まってくると、まあ、かなりこう点差がはまってくるんで、まあ、奇跡の金メダルの可能性もありますし、えー、n a 3さが独走して金の可能性もありますしまだまだこう勝負は分かんないという感じになってます。はい まあ、去年はネイサンチェンがね、昨シーズンはあのショートブローの98点で、羽生君は105点ぐらい、106点だったかな。まあ、それくらいの勝負で、えー、昨シーズンはね、逆に、えー、昨シーズンの世界選手権は、ネイサが逆に4位とかね、えー、順位が遅れている状況でスタートしたわけですから、まあ、立場が逆になっているといえば、まあ、そういう感じですけどもね。はい。 というわけで終わりますこれでもう鬼語りしました、えー、皆さんもう朝を迎えまだも深夜かうん、モヤモヤしている方も非常に多いと思いますがね、えー、楽しんでいきたいと思いますうん。 まあ、あくまでも基準ですからね、これも全然違った戦車がいきなり登場してきて、ダークホース感を出す可能性もありますから、全然わかりませんけど、まあ、こういった流れがね、見て取れるかなと思っております。そして、えー、いろんなね、こう、バシリエフとか、エイーモース・ブラウンとかね、とても面白い選手がね、いますからね、もうここにも目を離さないでいきたいですね。うん、まあ チャ・ジーファンもね、面白ししいし、森内久夢なんかもね、4回転トーループがちょっとサルコに見えるっていうところで、いろんな意味で面白い選手いますので、まあ、楽しんでフィギュアスケート応援していきたいですね。はい。それではね、これで終わりにしていきたいと思います。はいいやー、もう楽しみ、僕は。うん。まあ、今回も動画見ることはできませんがね、ちょっと時間の都合上とか、動画の都合上ね。いやー、楽しみだな、もうこう見ると本当の楽しみ。うん。こうやって坊主に立つの楽しみですね、本当に。うん。 はい。そうそう、うん。というわけで皆さんこれで終わりにします。ありがとうございました。バイバーイ。